仙台駅前では市民や留学生らが即時の停戦実現を訴えました。これを許さないために抗議の声を上げています。仙台駅前ではおととい、市民やパレスチナからの留学生などおよそ30人がイスラエル軍のガザ地区侵攻を非難するとともに即時停戦を訴えました。中東のことっていうのは本当に今まで考えたことなかったんですけど、あんまりでもすごく日本も関わってることなのかなっていうふうに思ってるので、これからも勉強しながら行動したりとかしていきたいと思います。抗議行動ですぐに成果を出すっていうのは難しいと思うんですけれども、それでもやっぱりこういう声を上げて反対している人がいるぞっていうことを伝えることとか、そういうのが意味があるかなと思ってやってます。主催者は停戦が実現するまで毎週土曜日と日曜日に抗議活動を続けていきたいとしています。